村上人則りは日本のフェンシング選手。種目はフルーレ・エペ。出身は大分県大分市。大分大学教育学部付属小学校を大分大学教育学部付属中学校。大分県立大分豊福高等学校を経て日本大学分理学部に入学。卒業後、フェンシング日本代表として活動を続ける。現在は青空病院所属。 右利き。相手のプレイスタイルに合わせた、硬い守りを特徴とする。ユーチューバー8歳から、大分県のベップジュニアフェンシングクラブにて、フェンシング競技を始める。2001年にジュニアフェンシングを分いた栄席中学3年時、第19回全国少年フェンシング、大会中学生男子フルーレ種目において、個人優勝。2007年に、 大分県立大分豊富高等学校に進学。2年次、全国高等学校総合体育、大会フルーレ種目で団体優勝。3年次には、全国高等学校総合体育、大会フルーレ種目において、個人準優勝。2010年に、日本大学に入学。1年次、全日本学生フェンシング選手権、大会フルーレ種目において、団体優勝。 4年時には、全日本学生フェンシング選手権、大会フルーレ種目で、個人3位。大学卒業後、2014年より、大分県立別府鶴見級高等学校にて、非常勤教師を務める。2015年に、非常勤教師を辞職し、大分県国崎市にある、医療法人青空病院に所属。2016年には2016ワールド。 フェンシングチャンピオンシップスフルーレ種目に出場するもベスト64。2018年に専門種目をフルーレ種目からエペ種目へと変更。2020年第73回全日本フェンシング選手権大会ではエペ種目でベスト8。2021年に第74回全日本フェンシング選手権大会男子エペ部門において決勝に進出。 サトキングのフェンシング CH 現役日本代表によるフェンシングバラエティ2020年5月17日閲覧高校総体フェンシング日刊スポーツコムホームスポーツ2020年11月12日閲覧去年で引退の坂本慶美に練習してないのに舞踊で2020年11月12日閲覧 YouTube フェンサーサトキングが 決勝へ、金メダル効果に驚き、五輪ってすごい。2021年9月18日閲覧。ありがとうございます。